クサスルファ日本の科学技術は主に家庭用電気機械器具、ロボット工学、自動車産業、コンピューター、コンテンツ産業分野で世界をリードしている。日本ビクターの GHD100 日本は自動車産業や電子工学分野で世界に知られており、日本の電子製品は他の大部分の国の製品と比較して世界市場で大きなシェアを保っている。日本は科学研究、 テクノロジー、機械、医療研究部門で世界をリードする国の一つであり、1300億 US ドルという世界、第3位の研究開発予算と67万7731人を超える科学者を有する。日本はノーベル賞の科学部門で受賞者数がアジア最多である。富士フィルムやソニーのように、日本には大規模な国際企業グループがある。ソニー。 パナソニック、キャノン、ニコン、富士通、日立製作所、シャープ、NEC、エプソン、東芝は世界でも著名な電気機器メーカーである。トヨタ、ホンダ、日産自動車、マツダ、三菱自動車、ニンテンドースバルもまた世界の有名企業となっている。宇宙ステーション補給機日本が人工衛星の打ち上げに成功したのはソ連、アメリカ、 フランスに次世界で4番目であったが、現在では航空宇宙工学や宇宙探査でも世界有数の技術を持つ。宇宙航空研究開発機構は航空宇宙研究、ロケットや人工衛星の開発を行っている。JAXA は様々なロケットを開発しており、最新鋭のロケットは HIIB ロケットである。HE や B ロケットは 最大8トンの製紙トランスファー軌道への打ち上げ能力を持ち、現在三菱重工業が製造、打ち上げを行っている。液体燃料ロケットは、理論上、再着火が可能であるが、21世紀までに宇宙での実用化に成功したのはアメリカと日本だけである。三菱重工業は希望の開発にも携わっている。希望は2008年にスペースシャトルで、 国際宇宙ステーションへと運ばれて運用が開始され、宇宙ステーション補給機は2009年に国際宇宙ステーションへ補給物資を運搬する役割を果たした。ハヤブサは世界で初めて地球と月以外の天体、すなわち地球重力圏外の天体の個体表面から資料を持ち帰ることに成功した。女川原子力発電所。 3基の沸騰水型原子炉を持つ。1973年より日本は総エネルギー産出量の61%を輸入燃料に依存する状況から脱するため原子力発電が日本の国家優先事項となってきた。2008年7つの原子力発電所が稼働を始め日本は世界第3位となる55基の原子炉を要する国となった。 これらの原子力発電所は日本の総発電量の34.5%を生み出している。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震に続いて福島第一原子力発電所の冷却システムが機能停止し原子力緊急事態宣言が発令された。原子力発電所 20km 圏内に住む14万人の住民が緊急避難した。 福島第一原子力発電所事故の影響。放射性物質による汚染の状況と影響を参照日本はこれまで複数名のノーベル賞科学部門の受賞者を輩出している。当時京都大学教授だった湯川秀樹は1949年にノーベル物理学賞を受賞した。1965年に浅永慎一郎が続いた。東京大学で教鞭をとっていた。 半導体研究者の江崎レオナも1973年にノーベル物理学賞を受賞した。京都大学の福井健一が1981年にノーベル科学賞を共同受賞し、同じく京都大学で教弁を取っていた戸根川進が1987年に日本初のノーベル生理学・医学賞を受賞した。日本の科学者は2000年、2001年と立て続けに、 ノーベル科学賞を受賞する。2000年に東京工業大学の白川秀樹が2001年に京都大学の野寄義春が受賞した。2002年には東京大学の小柴雅俊がノーベル物理学賞を東北大学出身の田中光一がノーベル科学賞を受賞して、それに続いた。小林誠と松川俊秀、そして現在は アメリカ合衆国国籍の南部陽一郎が2008年にノーベル物理学賞を共同受賞し、同年に下村治がノーベル科学賞を受賞した。以降も2010年に鈴木明と根岸栄一がノーベル科学賞を受賞し、2012年には山中信也が日本人二人目のノーベル生理学・医学賞受賞者となった。ありがとうございます。